はい、皆さんこんにちは。風道でございます。安定のライコランド埼玉店、9月2日でございますけど、今ね、あのベンチに座ってたら、なんとリスナーさん声かけていただきました。あ、どうも。あ、顔出し OK ですか？ OK です。お声掛けしていただきましてありがとうございました。はい、あ、いつも動画見ていただいてる感じですかね。はい、どの辺から？自分は今、前埼玉住んでたんですけど、はいはいはい、今、柴又の方に。あ、そうなんですね。はい、俺の動画は最近ですか、見てくれるようになったの？2年ぐらい前。あ、F3 とかあの辺ですかね。はい、あ、そうですか。なんか今日、なんかアグスタもお乗りになってるみたいですけど、今日は。12台。12台？ちょっとあのスラーっと言えるかな。ドラッグスター800、はい、RS660、はい、アプリディア SLGT、はい、アプリディア SX125、はい、ベネディ TNT125、はい、それからカブが3台それからすげえ、DS 用のヤマハのギアが1台、はい、CBR250WR が1台。ニラボですか？ニラボです。はい、MC51 ですね。はい、はいはい、あとは集金用のや、スズキの、アドレスが1台。うわ、すげえ。で、多分10、あと MR110 よく覚えてますね。俺12台持ってても多分言えないっていう。じゃあこちらちょっと紹介してもらおうかな。まだ新しいですね。限定車です。限定車、はい、1500台中の623。うわ、かっこいい。なんか白に黒、あ、白に青の差し色もかっこいいですよね。そう、はい、なかなかアプリじゃなくてない。最近ほら2023年モデルの MC51、はい、ニダボも、ね、はい、白と青の差し色で、いや、めっちゃかっこいいじゃないですか。あ、これは最初からじゃなくて、はい、うーん、いいっすね。まあ、200キロ以上から空力が発揮されるだろうっていう。吹っ飛んでいっちゃう、吹っ飛んでいっちゃう、逆に。まだ距離400キロのもうほぼ鳴らし中っていう。あ、近所 YB レーシングさんで購入したという。テール周りかっこいいですね。ちょっとショートをすげえ、ミニタイム短くして、すげえな、この角度すげえかっこいい。アプリリアもなんかアグスターも独特の雰囲気あるけど、アプリリアもやっぱり佇まいの雰囲気は、うん、やっぱ雰囲気ありますね。かっこいいな。色使いがすげえおしゃれ。そのバイク12台は全部家に保管ですか？別々のところに。ああ、別に置いてあるんだ。ああ、でも良かったですね。今日こんな天気になってきちゃったんで、そろそろ帰ろうかなと思ってたところでお会いできて良かったです。今はちょっと出かけてきて暑いんで。確かに。いるんだったら、ああ、ちょっと寄ってみようか。もちょっとこれ距離乗んなきゃいけないんで。ああ、そっかそっか、鳴らしで。あ、いいですか、撮って。あ、もうバリバリのもうレース仕様じゃないですか。レース、はい、はいはいはい、はい、あとは、まあ、MR。 あ、もうレース活動がもうすごいですね。あとはグスターズ。ああ、ドラッグスター、はい、これも金城さんのところで、はい、調子いいですか今のところは。あ、今のところは。ですね。いや、すげえな。もう維持費だけで多分俺の給料じゃ賄えないですね。あとはまあ、まあ、こういった株とか。ああ。いや、本当バイク好きなんですね。ほぼ原型がないですね、その株もね。どこ行った？ああ、楽しそう。完全にインスタ映えですね。あとは四輪やったりとか。あ、四輪も。四輪も、はい。ああ。
チな感じですね。すごいすごい。いやまだすげー綺麗。最近ほら健次郎さんのところなかなか顔出せてないんで、うん、またちょっと遊びに行きたいなと思ってるんですけど、またお会いする機会があったらよろしく。はい、よろしく。週1ぐらいで行ってるんで。あ、週1ぐらいで行ってるんですね。まだめげずにアグスタ愛してますとお伝えください。すごいな、鮮やかで。ぜひじゃあまた次はドラッグスター乗ってきてもらってね、ちょっと一緒に並べて撮りたいですね。てなわけでひょんなことからね、ギリギリお会いすることができました。今日ねギリギリ本当に帰ろうと思ってたんで、うん、よかったです、うん、ありがとうございました。すいません。じゃあライコランドから失礼します。さよなら。Love you, buddy.